クイズを決める足立、撮影、堀内翔、楽天ゼロ、4オリックス、25日、楽天生命パーク宮城。オリックスが9回に2ランスクイズを成功させた。写真、大喜びベンチ、みんな飛び出た2点リードの9回1死2、3塁から足立が3、1から3塁前へ意表をついたスクイズ。3走佐野に続いて2走後藤も迷わず3塁を回って生還した。足立は打点に、通算300打点をクリアした。中嶋監督はしてやったりの笑み。ベンチからは、高校野球だ、の声も飛び、おせおせムード。25年ぶりの優勝へ、雰囲気が高まっている。試合は山本由伸が圧巻の4安打完封、球団新の15連勝で18勝目を挙げた。ロッテが敗れ、オリックスは25年ぶり優勝へ、隠れマジック1。今後はロッテの結果待ちとなる。